こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も主婦の友社出版の前後弁理帳から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、春は前輪に入り諸々の花です。これは春は千輪に入り諸々の花、秋は万水に沈みかかの月と対句になっています。春になればどこの林でも至るところに花が咲き乱れ、また秋となれば水という水は清く澄んで、どの家々も月影を宿しているという意味です。春は千輪に入り諸々のうぐいすも道義の句です。それでは今から春は千輪に入り諸々の花を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。